おは、ゴンゴン、アキです。今回もアークモバイルやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はですね、私最近最近ね、ダンジョンの方をよくやっているんですけど、まあ初心者もね、私みたいに最近アークモバイルをやって、まあ、ダンジョン挑戦したいなっていう方もね、たくさんいると思うんで、今回は装備をね、装備、持ち物をね、まあまずね、防具は鉄、最低鉄ですかね。やっぱりめちゃくちゃ強い時も、敵がねめちゃくちゃ強い時もあるしね、だから鉄以上、まあテック装備が一番いいです。はい。でね、たまにアースロプレウラーがねいるんで、予備の装備もねこうやって持っていくことをお勧めします。私はね、暗いとこはよく見えないんで、ライト付きヘルメットだったり武器にね、ライトをつけたりしてます。次、武器ですね。武器は基本的にこれだけですね。ショットガン、ポンプショット式のショットガン、そして剣ですね、至高の剣で、たまに使う弓矢の3つを主に使っております。この3つですね。はいはい。このフック、グラップリングフックはね、ダンジョンには持っていけないので、今は持っているんですけど、ダンジョン入るときはケツァルクアトルとか動物の中に入れます。基本的にはショットガン、剣、弓矢、まあ、必要に応じてアサルトライフルとか持っておくといいです。はい。そして、次、食料ですね。食料は基本的に私は人参、まあ、ノクティスとか出る可能性があるらしいんで、一応人参だったり、長芋も持っていってます。はい。次、絶対に持っていくべきものがありまして、それはですね、回復薬ですね。これ回復薬、これはね絶対いります。ダンジョン内にねトラップとかあって、結構ダメージ食らいますだから絶対に、回復いります。あとダンジョン内の敵もね、さっき言った通り強いんで、めちゃくちゃ体力削られるんで、回復薬は絶対持っていきましょう。まあ、調理するのめんどくさいっていう方はね、このね、この琥珀をね使ってね、買えるクラフトステーションのとこの暖房ですね、厨房、琥珀20個で買えるんで、もしね作るのめんどくさいなーっていう人はここで買ってみてもいいと思います。はい。まあ一応ね、持っていく人はいると思うんですけど、だと一応ね、このエナジーブリュー、これスタミナ回復します、便利です。あとね、私は持っていかないんですけど、シチューとかこのラベルスプレッドファイヤーとかね、ハイエンスープ、ほんでフレアカレーとかも便利です。あとね、たまになんですけど、ボス戦でクラゲが出てくるときあって、そのクラゲ時のようにスキューバ装備も一応持っていくべきですね。私出会ったことないんですよね、そいつ。スキューバ装備も持っていくね。スキューバ装備持っていって、その中だとね、銃が使えないんですよね、水の中だと。そうなった時のための弓矢かクロスボウ、どっちか持っていくべきです。それぐらいかな、ダンジョンは。食料、あと水っすね。水はね、私はいつも水筒を持っていってます。水筒2個持っていってます一応ね、水筒は2個持っていってます。あとは、あ、一応、あ、そう、盾、私はね、ライオットシールドを使ってます、いつも。あ、どこやったっけ、よいしょ、はい、ライオットシールド、これね、本当に敵がね、この前の虫のね、ダンジョンがあったんですよ、昔。
その時にこのライオットシールドが役に立ってました。前のデータはねだからね、シールドも言います。一応シールドもね、装備用と装備破壊された用の2つ持っていくことをお勧めします。ダンジョン内のねボスはね、また今度動画で出そうかなって思ってます。よいしょ、さあ、はい、よいしょ。あと知ってる方は知ってるかな、あの宝箱があるんです。そのリセット方法はね、宝箱の前行ってアプリを落として入ってログインする前にバックアップ取ってみたいな、そうしたら、何回もチャレンジできます。マルチプレイではできないらしいので注意が必要です。めっちゃ下に転がってるはい、よいしょ。ダンジョンクリアするとね、エレメントや課金アイテムとかももらえるんで、皆さん行ってください。あとこうやってね、ダンジョン内はね、ゲーミング動物がいるんで、よかったらテーブルしてください。あとこれもね、手に入ります。トロフィー。かっこいいです。試し1個だけで、1個だけ使ってみようかな。よいしょ。試しにね、1個だけ、どんな風に映るのか。はい、こんな感じで生体のやつが出てきます。何書いてるのか全然読めません。はーい、よいしょ、こんな感じです。はい、一応ねこの土台はアーティファクトも置くことができます。まあ私はアーティファクト持ってないんでね、はい、どうしてもできないです。まあこれぐらいかな。はい、前半に言ったノクティスは今は多分1000分の1の確率で出るらしいんで、皆さんよかったら挑戦してみてください。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。バイナラ、バイバイ。